まあ世の中にはですね、まあこういうご説明をさせていただいて大義名分があって意思決定をしたとしてもですね、ご理解いただけない方いらっしゃるんですよね。こんにちは。プロジェクトバラエティ系 YouTuber ナビゲーターの伊藤田です。今日も束の間のマニアックバラエティ番組としてお楽しみください。ということでですね、皆さんどうですかね。気温がどんどん下がってきましたよね。ビジネスもプロジェクトもですね、体が資本ですんで、皆さんね、体を大事になさってください。寒さに負けるなみたいなね。先日ですね、またプロジェクトマネジメントツールの会社様から、まあ、記事を書いてくださいということでご依頼を受けました。今回もですね、プロジェクトマネージャーのお悩み相談室的な記事で、いわゆる課題の処方箋的な記事ですね。今回のですね、ご依頼いただいたお困りごとはですね、まあプロジェクトマネージャーとしてこういろんな人の間に入っちゃってですね、板挟み状態で、まあ困ってますみたいなね、ありますよね、こういう悩みね。これに対する処方箋っていうのはですね、まあその人の人柄っていうのもあるし、状況もですね、いろんな状況が考えられますんで、こういった時にですね、持っとくと便利な思考法的なところをですね、お伝えしようと思います。今回もですね、信じるか信じないかはあなたの体調次第です的な内容になりますので、まあ、もしよろしければですね、最後までお聞きいただいて、参考になるとこだけをですね、今後のビジネスに活かしていただければ嬉しいななんて思ってます。まずですね、前提として LINE マネージャーでもプロジェクトマネージャーでもですね、マネージャーとつくお仕事はですね、やっぱり板挟みが常に発生するんですよ。でこれなんでかっていうとですね、マネージメントを日本語訳にすると管理とか統制とか、まあいろんな日本語訳が出てきますけど、基本的にはですね、まあいろんなことをやりくりするっていう意味が込められてますよね。ビジネスの5大リソース、人、物、金、情報、時間、この中にですね、絶対人っていう要素が入ってますよね。なので人のやりくりも絶対入ってきちゃうわけですよ。そうなるとですね、それぞれの人の言い分が違ったりとかしてですね、まあ板挟みみたいになっちゃいますよね。まあさらにですね、こうプロジェクトになっちゃうとですね、まあいろんなステークホルダーがいてですね、さらに利害関係がもう衝突しまくっちゃってですね、これらの間に入って利害を調整するので、まあ板挟みっちゃ板挟みですよね。でもマネージャーっていう仕事はそもそもこういう中のやりくりですね、まあいろんなリソースの間に入って調整していく、やりくりしていくっていうのが仕事ですんで、違った観点で見ればですね、こういうやりくりがやりがいになるんですよね。で1点ですね、皆さん自信を持っていただきたいことがあるんですよ。プロジェクトマネージャーにせよ LINE マネージャーにせよですね、皆さんがその役割を任命されてるのであればですね、皆さんを取り巻いてる人たちは皆さんのことをですね、そういうやりくりができる人ということで認めてる証なんですよ。認めてる、まあ、もっと簡単に言うと、こう人と人の間に入ってやりくりできる人だなということで評価されてるから、その役割を得られてるわけです。なんでね、そこの部分は自信を持っていきましょう。まずですね、板挟みになっちゃってるなーっていう風に考えて悩んじゃってる場合ですね、その方ですね、おそらく非常に心優しい方で、いろいろな人の意見をですね、叶えてあげたいっていうね、良心があると思うんですよね。例えば要件定義なんかね、こういうののあるあるですよね。まあステークホルダーそれぞれでですね、いろんな要求事項があって、本来はですね、その様々な要求事項を取捨選択したり優先順位付けしてですね、それを要件に落とし込んでいくわけなんですけど、まああの人の言ってることもわかる、この人が言ってることも叶えてあげたいっていう風にですね、まあそういう心優しい人こそですね、まあいろいろこうどっちの意見取ろうかなっていう風に悩んじゃう、そして板挟まれてるなっていうことで悩んじゃうんですよね。誰かの言い分を通してあげたいっていうのはとってもいいことなんですけどね、ただご自身が気を病んでしまうまでそれをやってしまうとやっぱり問題ですよね。1点ですね、プロジェクトの目的目標、例えばプロジェクト検証とかに立ち返っていただきたいんですけども、プロジェクトっていうのは特定の目的とか目標を達成させるためにですね、やってますよね。なので利害が衝突する要求事項があった場合は、その目的とか目標とかに立ち返ってですね、どちらの要求事項の方がそのプロジェクトの目的とか目標を達成できるのかっていうのを念頭にですね、取捨選択とか優先順位付けをしないといけないんですよね。ちなみにですね、まあ皆さんもご存知だと思うんですけど、グローバルプロジェクトではこの要求っていう言葉と要件という言葉を明確に使い分けています。要求の方はですね、英語で言うと request で、このリクエストっていうのは相手から求められていることですね、求められているだけです。なので
要求というのは要件ではなくて、あくまでもリクエストされてるということです。でですね、要件っていうのは、成果とか成果物に対して必要な条件っていうことですね。なので、成果とか成果物に対して必要な条件ですんで、要件っていうのは絶対にプロジェクトでは満たさないといけないんですね。なので、マネージャーとしてはいろいろな要求からですね、プロジェクトの目的とか目標を達成させるのに必要な要件を抽出していく、導き出していく、これがね必要なんですよね。で、要求の中から要件を導き出して、この要件っていうのは絶対に叶えないといけない。なぜかというと、プロジェクトの目的目標を達成させる条件だからです。なので、様々な要求事項の中で板挟みになっちゃってる場合は、そもそもプロジェクトの目的とか目標に立ち返ることがとっても重要なんですね。で、要件としてどっちかを抽出するってことが大切になってきます。あとですね、要求の優先順位付けとして便利なのが、モスカオの手法ですね。これはですね、must, should, could, would。このですね、頭文字を取った手法なんですけれども、あ、これ1点ですね。モスカオっていうのがですね、must の mu ですよね。なので、MO じゃなくて MU じゃねえのっていう話なんですけど、これはですね、ロシアの都市のですね、モスクワで覚えやすくするために、モスカオになったらしいので、あんま気にしない方がいいと思います。で、様々な要求事項があった時に、マストはですね、もう必須ですね。だから要件として残さないといけないもの。シュットはですね、すべきことですね、すべきこと。マストじゃないんだけど、まあ、やった方がいいよね、と。次のクッドはですね、可能であればやりましょうということですね。例えば時間が余っている、コストが余っている、そういった時にやりましょうみたいなイメージ。で、最後はですね、want ですね。もうこれはやりません。out of scope です。要件外みたいなものです。まあこういった優先順位付けで要件にしていくっていう方法もありますね。まあ心優しい方の場合ですね、あの人の言うことも聞いてあげたい、この人の言うことも聞いてあげたいって思っちゃうと思うんですけど、それはですね、まあその人を見てるからそうなるかもしれないんですよね。純粋に要求事項を見て、で、こういったモスコーの手法でですね、これはプロジェクトの目的目標に対して必須だ、いや不要だとかですね、この要求事項だけを見てですね、意思決定されると、まあ、ちょっと気持ちが楽になるかもしれないですね。あとはですね、やっぱりプロジェクト検証とかでプロジェクトの目標とか目的、こういうのが明確になってますんで、ちょっと優先順位付けで外れちゃった要求に関してはですね、それを言ってくれた人に対して、まあ、申し訳ありませんと、このプロジェクトの目的目標と照らし合わせると、まあ、こちらの方を優先すべきなのでご理解くださいと、まあ、誠実にご説明すればよろしいかと思いますね。というのはですね、まあ、あくまでも理想論というかね、まあ、これで収まってくれればいいんですけど、まあ、世の中にはですね、まあ、こういうご説明をさせていただいて大義名分があって意思決定をしたとしてもですね、ご理解いただけない方いらっしゃるんですよね。こういった場合はですね、一回プロジェクトマネージャーは意思決定をしていて、それにご納得していただけないということですから、プロジェクトマネージャーだけがですね、問題を抱えるのではなくて、利害関係が衝突している方々、こういった方々を集めてですね、プロジェクトマネージャーも含めてですね、まあ一回集まって話し合う場をですね、設ければいいと思いますね。この時ですね、プロジェクトマネージャーのアティテュードですね、態度がとっても重要になってくるんですよ。私のおすすめはですね、プロジェクトマネージャーはレフリーとしてですね、レフリーですね、立ち振る舞うのがよろしいかと思うんですね。まあ、つまりですね、プロジェクトの目的目標はもう明確になってるわけですよね。で、それに対して利害が衝突しているので、さあどうしましょうかということで、レフリーとしてその場合ですね、ファシリテーターとして参加して、まあ一つの会を導いていくっていうのが重要かと思います。で、この時にですね、とっても大切な思考法がですね、ドイツの哲学者のヘーゲルの弁証法ですね、弁証法。このですね、弁証法っていうのは、対立するですね、物事からですね、新しい見識を導き出すような方法です。例えば、一つの意見があったとします。これをテーゼとしますね。それに対して反対する意見があったとします。それをですね、アンチテーゼと呼びます。でですね、弁証法では、このテーゼ、アンチテーゼ、どちらかを採用するのではなくて、このテーゼ、アンチテーゼ、
二つの相反する意見を統合させるような第三の新しいアイデアを導き出すっていう考え方なんですね。そしてですね、この第三の新しいアイデアのことをジンテーゼと言います。まあちょっと哲学の考え方なんでとっても難しいんでね、今回の動画ではさらっとちょっとご説明した形になりますけど、まあ、ビジネスの課題解決でとっても重要な思考法になりますので、興味のある方はですね、ぜひインターネットでですね、検索して学んでみてください。まあすでにですね、プロジェクトマネージャーが要求事項の優先順位付けとかですね、取捨選択をしてそれに納得がいかないからこのような話し合いの場を設けているわけですから、それでですね、第三のアイデアを相手が出せばですね、それを採用して、出せないのであればですね、大変恐縮ながらプロジェクトマネージャーとしての要求事項の優先順位付けとかですね、取捨選択を理解していただくということになりますよね。ここまでですね、板挟みになっちゃった時の思考ですね、二つをご紹介しましたけれども、まあプロジェクトの目的や目標に立ち返ったとしても、そして相手の要求事項を網羅できる新しい第三のアイデアを出そうと努力したとしてもですよ、まだそれでも問題が解決しなくて板挟まってる時もありますよね。で、そんな時はですね、プロジェクトの決裁者であるプロジェクトオーナーにですね、判断をしていただくってことがとっても重要なんですよね。プロジェクトマネージャーの皆さんの中にはですね、自分が何とかしなくちゃいけないということで、上司とかですね、決裁者に相談をされない方もいらっしゃいますよね。で、そのね、頑張るっていう姿勢とか志っていうのはとっても素晴らしいんですけれども、けどね、それによって板挟みの中で孤独になっちゃってですね、体調を崩すという人もですね、現実問題いらっしゃるんですよね。それでですね、こういったことはぜひ避けたいですよね。プロジェクトオーナーはですね、プロジェクトのリソースをプロジェクトマネージャーに提供してですね、適切なアウトプットを求めてるわけですので、それにですね、障害となる事象を極力知ってですね、支援したいと思ってるわけなんですよ。この時にですね、プロジェクトマネージャーとして行うべき重要な事象はですね、プロジェクトオーナーに対して事実をしっかりと伝えることです。例えば先ほどお話しした件だと、具体的にですね、どのような双方の要求の利害の衝突があるのか、それをですね、どのように解決しようとしてできなかったのか、まあ、こういったお話をしてですね、プロジェクトオーナーに意思決定、方向付け、方針とかですね、そういったものを決めていただくっていうのがとっても重要なんですね。じゃあまあいろいろ話しちゃいましたけれども、板挟みに合っている場合はですね、まずは冷静にそれぞれの要求を表などでですね、見える化してみましょう。次にですね、プロジェクトの目的とか目標に照らし合わせて、例えばモスコーの手法などでですね、冷静に優先順位付け、もしくはですね、取捨選択をしてみることをお勧めします。この時もですね、あの人の要求事項だから、この人の要求事項だからっていう風に考えるのではなくて、こう要求事項にフォーカスを当てて、それがプロジェクトの目的目標の達成に寄与できるものなのか、人じゃなくて要求自体にフォーカスすると、そんでもってですね、双方の相手がですね、納得しない場合にはですね、まあ、双方で話し合ってもらって、第三の新しいアイデア、まあ、先ほどジンテーゼって言いましたけど、これを出してもらいましょうっていうことですね。この時重要なプロジェクトマネージャーの態度としては、レフリーとして入ってですね、プロジェクトの目的目標から逸脱しないように、議論をファシリテートしていくってことが重要ですね。それでもですね、まだ利害の衝突が解決しなくてずーっと板挟みになっちゃってる場合はですね、一人で悩まずにプロジェクトオーナーとかにですね、判断いただくことがとっても大切です。この場合ですね、プロジェクトマネージャーの仕事としてはプロジェクトオーナーに対して事実に基づく情報をしっかりと伝えましょうということですね。まあ、とにもかくにもですね、板挟みの状態が長く続いちゃって皆さんのですね、健康を害さないようにするってことがとっても大切です。皆さんのますますのご活躍を心から応援しています。これからもですね、皆さんのお役に立てそうな動画をどんどんアップしていこうと思いますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。